FM93.0AM1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様どうも、中川家のレイジでございます。強しです。今週も始まりました、中川家 The Radio Show。 今から3時30分まで生放送でございます。おはようございます。なんでその爽やかな、おはようございますって。おはようございます。そんな挨拶したことないやん。おはよう。おはようって手振らんといて、両手で両手。おはようございます。あ、おはようございます。なんで手振ってんの。ほぼ初対面やのに。昨日浅草でしたね。浅草、はい、浅草公会堂で、吉本ライブがありましてね、まあ、情緒あふれる浅草ですけど。まあ、ちょっと早く着いたんでね、浅草に、はいはい、ちょっとうろうろしようかなと思いまして、うん、うろうろして、うん、昔ながらの喫茶店というとこ入ったんですけど、 ある、ああいうの書かん方がいいと思うんですよね。あ、書いてんのか、そうやって店昔ながらのって、こっちが決めるから。まあまあ確かにね、なんか冷めんのよな。昔ながらのナポリタンとかさ。あ、まあそういうの多いね。多い多い、多くない、なんか、うん、昔を売りにしてる お店多いですよね。多いな、確かに。懐かしの食堂とかね、うんうん、はいはい、ありますね。なんか最近そういうの増えてないですか、お店よく見ますけど。お母さんの厚焼き卵とかね、そういうメニューが。そっから始まってますよね。はいはい、そうです。肉じゃがとか、お袋の味、肉じゃがみたいなの書いてあるね、そういう。なんか、矢野兵道の兵道さんが言ってましたけど、うん、何でしたっけ、今、卵焼き。お袋の味、うん、卵焼き。新しいの見つけたららしいですよ。何？おじいちゃんのお稲荷さんなんか気持ち悪ない。なんか嫌やな。なんか嫌やな。なんか、おばあちゃんのにしてほしいな、やっぱり。おばあちゃんじゃないとあかんよね。あかんかん。うまさがもう。おばあちゃんの定食とか。あ、まあ、おじいちゃん。おじいちゃんっていう、なんか、おいのおいなりさん。おいなりさん。なんか、なんか気持ち悪い。下ネタにも聞こえるし、ね。なんかそういうの増えましたよね。まあ、増えたね。確かにお店ね。その、浅草の喫茶店は、まあ、入った、ほんまに昔ながら。昔ながらよ。ただ古いだけやねんけどな。ああ、タバコは。でタバコは吸えません。え？昔ながらの言うてる。そんな売りにしてんのに。あとマツコデラックスさんがそこの、はい、フレンチトーストを食べてる写真貼ってありました。あ、TBS の番組かな。よくありますよね、あれ。あるある。許可得てんのか得てないのか。こっちが決めるからね。まあタバコ吸われへんねんよ、その昔ながらって言うときながら。言うてんのにやろ。いや、それはちょっとあれやな、あかんよね、なんかもう。そうなんですよね。我々タバコ吸う人間からしたらちょっとした詐欺みたいなもんやね。昔ながらのって言うてる割には自動支払いやね、うん。で、タッチパ、QR コードで注文なんですよ。そこをなんかもうちょっとその設定をしっかり、そうやね。やっといてほしいなと思うんですけれども、ね。ちゃんとせなあかんわ。古民家カフェも流行ってますし。流行ってるね。まあ相変わらずね。もうなんか、なんか実家に帰ってきたみたいな雰囲気ですね。景色がとかね、もう僕ね、うん、昔からそうなんですけど、うん、見てられないんですよ、景色とか。いつまでも。夜景が綺麗って俺一回も思ったことないね。あ、そう？うん。うわー言うて、で、うん、しばらくおるやん、みんなそこに。おるおるおる。いや、もうええ、行こうやってなんねんな。いね、ないねん、この庭綺麗とか。もう一切、1ミリもないねん。なんか、絵が、なんかこの絵すごいなとか。ないねん。ないまあね。そういうの1ミリもないのよね。絵を見てなんか。うん、うん、まあ、ね。すげえな、こう、美術館うろうろするとか。はいはい、はい。全くないんですよ、ね。確かにね、その良さはちょっと。無感動っていうんかな、こういうのは。東野さんと一緒やね、ほんで。無感動症候群みたいな。いや、なんとも思う？あの、夜景とかは。ああいうとこは、ああいうフラワーパークとか、ああいう。フラワーパーク。花を見ながら。あれでも最近じっと見れるわ。あと僕、陶芸も興味ないでしょ。陶芸はね。陶芸やってるとタバコ吸いたくなるのよ。あとあれ何？もうロケでよく行った、もう一番興味ないやつ。絵付け。和紙の絵付け。和紙、和紙。あと、こけし。あ、こけし。こけしに絵描く体験。あ、嫌い。俺も。そうでしょ？あかんあかんあかん。ああいうのは、もういないな。ガラス作り。ああ、熱っ。熱いね。いや、もう何にもないんですよね、だから趣味が。ああ、趣味か。趣味ってあかんよね。ない、俺、タバコ吸ってコーヒー飲んでるだけやもんな、毎日。うん、で、別にテレビ見るわけでもなく。趣味嗜好の嗜好しかやってないからね。なるほど、ね。嗜好品。嗜好品やな。コーヒー、タバコ。
あとなんかこの喫茶店ゆっくりできんな、うん、ゆっくり景色でも見ながらとかもう無理やねんな、もう10分が限界。ああ、なるほどね、うん。なんか食べてたりすればいいんですけどね。うん。だもうほんまにそのぼーっとするっていう。登山なんか持ってのほかですね。登山どうですか？いや、もういいです。僕、もうほんまに、もうあの、高尾山行って登らんと帰ってきたからね。しんどすぎて。しんどいやろなって予想して。しんどいのは分かってんけどね。うん、だからそこまで行って。頂上行った時に、ほら、うん、あの、エベレストなんか登る人なんか、はいはい、やったぞとか言ってるけど、うん、分からん、分からんのよ。富士山とかね。もう、だってすごい過酷なんでしょ、うん、本当ああいうとこ行って。いや、過酷なんはええねんけど、うん、何よ、だから。登ったから言って。うん、その後を知りたがんでね。その後がなんかないと、なんか面白くない。なんか山男が出てくるとかさ。そんなんやったらええで、頂上行ったら。そらそれで怖いけど、まあまあ、なんかね、か驚きがっていう。もう昨日考えててんですけど。あ、それを。自分一人で考えて、寝る前考えてたんですけど、もう嫌になってきてんね、自分が。でもさ、趣味ないわ、思って。でもさ、その山の話だったら、登んのにエベレストとかってめっちゃお金いんねやろ？登山に。そう、300万ぐらいいるでしょ？いんねやろ？うん。で、登ってやったって言ってる場合ないよね、そらやっぱりな。意味がわからん。まあよく言われる。でも子供に付き合って、まあ冬なんかスキーなんか行きましたけど、一回滑ったらもう下でコーヒー飲んで一日終わりましたからね。滑ってる時に思うね、シャーって。なんなんやんこれって。確かに。何やだから。確かにな。もうね、嫌になってきたんですよね、自分が。何もなさすぎて。何もなさすぎて、趣味。ゴルフがとか。あ、まあね。みんなほら、ゴルフの話するやん。もう最近多いよ、やっぱりゴルフは。行きましょうよ、じゃあ次、とか。あるね、よくね。ねえ、で、朝でしょ、どうせ朝。朝めっちゃ早いよ。6時とかでしょ。うん。朝早い、みんな揃って行かなくな、揃って、揃わんでもいいけど、まあ行かない。で、こう趣味についていろいろ考えたんですけど、うん、やっぱり勝負になっちゃうと嫌なんのよね。ああ、勝負、あ、人と競う。で、ゴルフなんか、うん、あのほら自然に囲まれたところで、うん、空気もいいし、いいしね、歩くしみたいな、歩くし健康にいいって言うねんけど、うんうん、確かそれは分かんねん、はい、でカーンと打ってやな、うんうん、でも勝負になるやん、そう今度、うん、次、うん、誰が一番やってなるやん、ね、スコア、そうなるともういい、もうめんどくさい。もういい、そうか、なんか趣味とまた別に勝負事になるのか、せやな、草野球とかやってる人もおるでしょ、おる、こ勝ち負けになるやん、なる、どっちが勝った今日はとか、うんうんうん、だから勝った方が今日はご飯おごるかとか、うんうん、そういうのも違う、違う。ボーリングは？ボーリングも勝負やんか。いや勝負やけど、そんなん別に家族で行ってなんかほんで2ゲームぐらいやって一番下手やったらなんか、うん、あかんかったなみたいになるやん、まあまあなるけど、ね、みんなでやるから勝負やん、それ勝負、勝負、もう分かった分かった、勝負やな、まあ、確かにね。そうでしょ？何？で、唯一見つけた趣味があって、ほう。あの、3年ほど前に、うん、ジム。あ、ジム行ってたやん。ガンガン行ってたんやけど、うん、こう鏡に映った自分を見ながら、はいはい、どんどん筋肉がついていく自分。確かに、うん、そこに声かけてくるわ、トレーナーが。はい、どうですか、中川さん。大会なんか出てみたら、うん、結構体仕上がってますよ、うん、みたいな。うんでも大会に出るって勝負やん、うん、何が言えんねん、勝負勝負って勝負やん、だって1位2位3位決めんねやろ、いやそうや、そらあるよ、よしとか言うて、そう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 、もうそうなるともう、あそこか到達点はと思う、ギターはどうなん、ギタープロちゃうし、いやそれは分かってるよ、うんもっと上手くならなあかんやん。なったらええやんか。なったらもうミュージシャンやん、それは。いやいや、ミュージシャンではないやろ。なんか、それこそほんまになんか芸の幅広がることちゃうの、そういうのってな。いや、広がって、ほんで、そのミュージシャンやるわな。で、ギターどんどん上手なるわ。うん、で、歌作れってなるわな。うん、で、歌作るわ。うん、披露するわ。うんだもしかしたらやで、うんうん、それがヒット曲になるわ、はい、じゃあ次の曲はってなるやん、もう勝負やん、もう勝負になるやん、そうなると勝負やん、自分との勝負になるやん、自分との勝負、でもそんなん言い出したらもう生きてるだけで勝負やで、もうほんまに何それ、え何
何何今の生きていくだけで勝負などこでも勝負が絡んでくるやんか。絡んでけへん別に。これ日本放送なんかもう全然勝負絡んでへん、うん、なんでみんなピリピリしてるで。ピリピリしてへんよ。だらだらみんなだらだらしてるやん。そんなことないって。結構ギリギリまでくちゃくちゃなんか食ってるやんか。食ってない。何にも食うてへん。何にも勝負ちゃうってみんな結構楽しく打ち合わせばっかりしてんねんから。俺だって生まれ方もラジオのスタッフになりたいもん、うん、えこんないい空間ないもん俺好きやわ。ちょっとシーンとしてて、あたまにみんながキャッキャッキャッキャー言ったりして、はあ、はあうん、まあまあ始まった始まったで、そんなあのテレビのスタッフみたいには喋ることないもんね。ディレクターさん以外は。そんなもんで俺外出んの好きじゃないしあんまり。俺日本放送就職したよかった。もうせやねん。だから趣味、うん、趣味考えよう。趣味をでゴルフやろうっていうのは安代智子と言うてたけど、約束してしまったから、一回ちょっとレッスンぐらいだけはちょっと行っとこうかなと思うんだけど、ゴルフも一回ロケでやってんけど、うんうん、な半分回るのはなんていうの、ハーフ。ハーフ。うん。9ホール。そう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 。で、2ホール目ぐらいでまだかなって。終われへんかなって。うん、思ったから。な穴に入れてなんやねんって。なんだで入れたって。だからなんやろとか。いや、もうすごいよ。好きな人、こだわりが。もう実は前までこう。でも、プロちゃうやん。いや、プロではないんや。プロではないのよ。どうしたらいいんか。で、今さら人に教えてもらうっていうのがもう。もう無理やねん。体触られるの嫌いやねん。よかったですよ、今の。うん、って今のやろ、うん、今のな。今のはよかったんやろ。その今のを覚えてないから。できへんからね。もうちょっと肘伸ばしてとか言われんやろどうせ。いや、それ言われる。そら、うん、もうそういうのが。バイク。勝負ないやん。バイク。バイク、バイク。うん。ツーリング。だツーリング行こうってなって。うん、だから、うん、俺のバイク、このエンジン見てとかなってくるやん。だここのホイール見てよ。え？そんなホイールどこにあんの？いや、あるルートから仕入れてんけどって言うんだ。え、俺もええな、それ欲しいな、言うて勝負になるよ。無理やり持って行ってんじゃあ、ほんなら御朱印帳、御朱印集め、神社行って。うん、そんなんもう絶対せえへん。で、そこで美味しいもん食べ、退屈や、美味しいもん食べて。美味しいもん食べる。自分で自分で。で、御朱印帳、並んでるとこもあるけど、御朱印押してもらうだけで何よ、それ。いらん、興味ない。御朱印帳、まず買うとこから、こう、初めて見るとか。ね、君はどうなんよ趣味は。俺はもうだってもう鉄道というのがあるもん。ああ鉄道か。もうこれは絶対。あそうか、ね。だからもうほんま写真撮る方にも行こう思ったらいけるし、でももちろん乗るのもせえし、乗った先のね旅とかそういうのがあるから、もう他俺いらんもん。勝負じゃないですもん、ね。勝負じゃない。あ、ほんまや、勝負ちゃう。勝負やんか。俺ここ知ってるとか言うてるやん。いやいや、そこは。そこは知らんかった。いや、知らんかったとは言わへん。この電車は、ここの路線が来年何月にできる、ね。できるとかね。それ知らんかったとか言うともう負けやん。負けちゃうって。なんか趣味させてください。思考ばっかりやもん。いや、させてください。やってへんねんって。もう、コーヒーとタバコばっかりしんどいわ、もう。他にね、他になんか散らしたい。散らしたい。はまき。もうそれタバコやんそれもう。で俺の葉巻高、俺の方が高いって勝負になるやん。いやでも腹立つわもうほんまに。あるって探そう、起きてるの探せ絶対ある。来てますか探そう。 X でヤンナルさん、お兄ちゃん趣味は編み物にしよう。うわ編み物か。黙々とできて気づいたら3時間ぐらい時間が経ってるよ、うん、編み物いらんわ、うん、ほんだら自分で噛むのそれ。別に人にあげるよとかでもええやんか別に。いや誰かの誕生日に編んであげるとか。じゃあそれ興味がないから。あまずね、まずあれはほらロッチのコカドがやってるミシン、うん、ミシン、うん、あいつ普通に周りの人の裾上げとかやるらしい。笑ってもんてけど。お前裾上げやったるわって、うん、あ新しいなそれ。裾上げしますよ。ただやからね。早く、もうその日にやってくれるから、服屋なんか行ったらほら遅いやん。一週間後取りに来いとか言うねんけど。それ、いいなぁ。やろ？スーツとか作りたいな自分で。え？スーツいつも作ってもらってるやつを。あの、一から自分で作りたいなぁ。木のマネキン置いて。木のマネキン置いて、メジャー持って。持って。鉛筆でバサバサ。うん、鉛筆で書いて。あ、
こう書きながら。切って、塗ってって、それはちょっとやってみたい気がするな。でも家ではできへんのじゃあそれなんか。できへんな場所がいるやん、今度。場所いるけど、まあ、家でやってみな、猫がそこにバサって。そう、もう猫がガーンって糸を切ったりしたらもう終わりやから。ん？なんかください、僕に、趣味を。趣味ございませんか？趣味ね、皆さん、リスナーの皆さん。こちらの方は、意外とそんなある人だと思うけどね。おにすさんかな、うんうん、博多大吉さんも料理を趣味にしようと頑張ってたけど長続きしなかったっていうし、はい、って書いてますね。あ、料理料理僕料理得意です。できるやんか、パー手際ええし。いや食べてくれる人おらんやん。自分で食べたいやん。自分で作ったん自分で食べたらもうそれ普通の食事やん。それはそれなんだ、振る舞うから料理なんじゃん。いや、それ振る舞うから料理やけど、それやったら、カン、カンカン、ナノさんと。やばいね、細かいな、それ缶コーヒーをカンカン鳴らしましたけど。いや、俺やったら家族に。入ってへんの？何で持ってんの？入ってんね、ちょっと家族に、うん、あの、振る舞うとか。いや、家族もおらんから、子供がもう。ちょっと食べてみとか。いや、子供がもう。じゃあ、そのずっとおらんことないやろ、帰ってくるときあんねんから。いや、帰ってきへん、全然。え？いや、帰ってきへんことはないね、家で寝てんねんから。うん、そうやろ？ほんならすごい料理作ってお前ちょっとこれ食べてみとか言うたら、それはそれでコミュニケーションになるやんか。で、なんか違う。それ勝負になるもんな。おいな、今度おいしい、おいしくないになって変わってくる。なるわ、そら料理やもん、それ。よし、じゃあもっとおいしいのってなったらもう勝負やん、それは。なったらええやんか、それ。いや、なったらええやんって。そんなんあるか電車趣味で。何が？もっとええ電車。うん、持ってええ電車ってなるか、まあ、なれへん、勝負になれへんやろ。いや、勝負にはならないよ。もっとええ電車というか、もっとこれ乗りたい、ここの乗りたいとか言って。もう乗ったやろ、全部。限界来るやん、しまいに。これが、鉄道はそうでもないねんって、乗ったことないとこいっぱいあるから、俺も。この方、ヒーコンアーコンさん。うん。建築士になりたかった剛さん、はい、自分で設計して家一軒建てるとか。あ、来た。いけるんちゃう。来た。いけるんちゃう。建てようかな、自分で。うん。どこに？ほら。ほら、いや、ほら、いらんこと言うてる。ほんだら土地探しましょう。はいはい。うん、あ、この土地今、先着入ってます。うん、そうなんですか。手付けを先もらえれば、こちらの土地、譲ることできるんですが、ってほら、そこ、他の客との勝負になるやん。確かに。好きやな、勝負は。DIY な、いわゆる。あ、でも DIY もやるとこなかったらあかんか。できへんか。そうやねん。別に、朽ちてる場所もないしやな。別にまだ綺麗し。うん。家勝手にな、ごちゃごちゃひっくり返すわけにいかんし。部屋部屋増しにしてもしゃあないしな。家族増えてるわけじゃないのにな。まあ、そうか。DIY 趣味の人多いね。確かに。確かに多いよ。でもそんな、うん、俺もシンプルが好きやから、あんまガチャガチャつけたないのにな。いや絶対なんかあるはずやねんて。趣味難しいですよね。この方はメールで、埼玉県マーモさん、うん、剛さん猫も立派な趣味ですよ。ああ、そっか。勝負にならないですよ。確かに、うん、僕猫趣味で猫飼ってますけどね、はい、うん、猫もあんま来てくれへんしね。もういやもっと来てほしいねんけど、ね、ガンガン。いやそれやったらもう犬に飼えなあかんやな。来て犬ほど来てほしないね。犬はもうガンガン来すぎやねん。どうですかみたいな。いやそうやけど、そんな超散歩のさっていう言うようもんならもう、まあまあ確かにピコーになるやん犬。うん、たまにジャンプしてる犬とかおる。そうやろ、ぴょんぴょこぴょんぴょこ。あれはあれでしょ。自分の首は持ってくるからね、口でくわえて。いやいや行くんですかみたいな。マジっすかみたいな犬あるやん。カシ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 。行く言いましたよね、今。言いましたよねって。うるさいなーって。まあ言うてへんけど言うてるような感じやな、ね、ちょうどその間の動物なんで帰ってきて足拭かなあかんやん。足は拭いたりや、それは。足拭くときに、あーって言うた。しつけたらええねん、言わんように。よう言うてるけど、ちょっと袋の音したら、ほら、尻尾振って寄ってくるやん。なんかおやつかなとか。おやつの親ぐらいまでで。親の子と話してたらほら、おやつと間違えてる。ちょうどええ動物は多分おらんやろな。人間だってちょうどええ人間なんかおれんでしょ。お付き合いしてていろんな人と。ちょうどええな。何それ何を。いや、それは何を。森から人間に例えてみてんけど。もう一つ。何を かっこよく。そうそう、言おう思ってんけど、なんかもう全然あと続かへんこの方、はい、豊島区のグズラマンさん。うん。つよしさんの新しい趣味ですが、はい。喫煙できる純喫茶を巡るのはどうですか。うん、吸いたないねんもんな、できればな。もう
できれば吸いたくない。できれば吸いたくない。もう、コーヒーとタバコ勘弁してくれって今さっき言ってたからね。そうですね。あえてそこにはあんまり別にまあ行きたかないという。この方 X で、はい、ようちんさん。はい。人間観察は趣味になりませんかね。ああ、まあ確かに人間観察はしてますけどね。まあね。でも無理やり探すと見つからないですよね。これがまた不思議ですよね。勝手に何やろ、飛び込んでくるのかな。飛び込んでくるもんはできるけどね。うん、まあでも自分からわざわざ喫茶店でお姉さんたちの横座って会話を、あのノートに書き取るいうのを一回 やりましたけど。もうそれは YouTube でやりましたけどね。やったね。OL と OL っていうやつは。うん、それは会話そのまま。そんなでも頻繁にできるもんやないの。その聞きが楽じゃないもんね。趣味やから。そうやね。やっぱそれだからこう。あの電車もそうでしょ。うん。あの電車好きやけど、うん、電鉄会社に就職しないっていうのもあ多いです。そういう人も多いよ。趣味にしときたいみたいな。はい、そうそうそう。難しいところですよね。難しいとこやねんけどね。うん、そうそうそう。だから安らぎがないとあかんもんね。趣味やからね。だから人間観察はええけども、やっぱりピリピリせなあかんやんか、こう職業から。聞き耳立てなあかんしんどいよね。だそういうこと、せんでもええことやからね、趣味って。うん、そっから離れた世界やから。なるほど。もう、あれやな、もう。まあ、歩くことやな。歩くシンプルやな、急に。うん、だから、この日本放送から家帰るのも歩く。歩いて人とすれ違うとき当たりそうなの、あれもストレス。雨降ったらどうすんのよ。傘させえよ。傘さして歩くのが一番しんどいのに。そんなことないやろ。腕ちょっと上げるだけや。ほんなら周り来たらええやんか、レインコート、カッパ。カッパ来て歩いてやん。誰がカッパやねん。そのカッパちゃうねん、俺言うてんの。サラあって、口が尖ってる、そのカッパや、ね。レインコートでしょ？そう、レインコートや。うん、なんかないかな。旧車。ああ、旧車もね、何回か。やんか、旧車。いや、すぐ、故障するらしいですよ。故障した時直す趣味はないもん。あかんの、その整備の方はない、別に。難しいな、あるはずやで、なんかあるはずで、絶対探したんねん、もう今ちょっと。もう絶対探したろ。この方は、うん、ラジオネーム、アメリさん。美容を趣味にするのはどうですか、歯やお肌、髪の毛など、どんどん綺麗になるし、うん、良い趣味だと思いますよ。うん、あら。歯ね。まあ、そうやんか。まあね、肌とか。ああ、そういうの結構、だから、今、美容多いですもんね。まあ、男の人も多いもんね。男の人のメイクもありますからね。あります。だから、この、まず。韓国のアイドル目指して。そうです。メイクですか、今メイクです。男性もメイクです、ね。今、53のおっさんが急に韓国メイク。面白いやろな、やってみた。韓国コスメ急にそう。俺がやるより絶対強い。白くすん、なんで。だから白くなりますよ、だから。それ白くなります。どうしてですか。自信がある。そんなちゃった。関係あれえのこれ、自信があるからは。負けない。負けない。白くするのに。負けない。負けない。絶対負けない。黒くなっても。負けない。白くする。負けない。どうしてですか。自信がある。美容ね、でもね、行き着くとこやっぱりそのゴールがわからんようになって もっともっとってなるから。そうやろ。ちょっとで、凝り性やんか、絶対やると、剛、うん、さんは。だからちょっとね、ほんま、全く違う顔になってる可能性もあるからね。そうなると困るもんね。目のたるみ取ってとか、そうそうそう。シワ伸ばしてとか。うん、舞台出てきたら、クス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 って笑われるよね、多分それやったら。急にね、うん、そうそう。急に顔変わったら気持ち悪いもんね。急に変わるしね、ああいうの。そうですよね、メイクはね。うん。そうよ、メイク。趣味か。こう、なんかこう、力入れれる趣味がやりたい。力入れれる趣味。体に力を入れれる。まあ、格闘技あかんでしょ、勝負やから。負けるやん、俺ちっちゃいもん。いや、負けるかどうか分からへんがな、一生懸命やったら勝つかもしれん。誰に勝つねん、それ。誰に勝つねん、誰か分からんが。滝行。滝行。一回やったけど、俺はもう頭割れるかなと思ったから。一回やったんですよ、滝行。気持ちよかったですよ、でも終わった後。あ、スカーってして。あ、そうなんや。うん、ええやんか。ただ、こう、もげそうなぐらい痛いの、首。
あの水圧すごいからね。すごいから、確かにすごいよ。うん、あ、一回やったことありますね、滝行ね。勝負でもないしやね。もうぼーっとしとったよ、ね。自分との勝負でしょ。そう、嫌いやな、俺、ま。自分とのっていうやつ。自分もせえって、自分との戦いとは。いや、まあそうやけど。ああいうこと言い出すともう、楽しくなくなるんだよね。やねんな。何やねん、勝負って。もうショッピング、もうシンプルに。何買うのよ。何買うの、服でもええし、別に時計とか。そんなん自分で買うより買ってほしいわ。なんじゃこいつ。この方ラジオネーム明日はきっと。買ってくれんね、そんな年で。明日はきっと上機嫌さ、はい。いつかの放送で剛さんがレイジさんと東島さんに社交ダンスを習わせようとしていました。うん、はい。それ横取りして剛さんの趣味にしちゃうのはどうですか。東島さんの隣空いてますよ。空いてますよ。勝手なこと言うてんねこの人。まあでも社交ダンスね。社交ダンスもまあね。いや、はい、いやいや踊ってる相手が、うん、くっさこの人とか思われたら。さ多少あるやろ、あんだけ動くんやから。俺いつも思うね、あのフィギュアのペアとか。ペア。くさないんかなとか。くさないよそんな、ちゃん綺麗にしてあるわちゃんとそんな。よくあのこうハグしたりしてるけど。くさとか。ないよそんな。やるで、もう53になったこの耳の裏とか多分。53でペアでフィギュアやってる人もらえんやろ。それ強さ。じゃ社交ダンス、社交ダンス。耳の裏くさこの人とか。いやそれはないよ、綺麗にしてあるやんか、ああいう人らも。お疲れ様でした。言って、ちょっとくさとか思われる。密着あんまり好きちゃうから。いや、あの相手が嫌とかちゃうで、こっちが迷惑かけるんちゃうかなと思って。うん、でもそれはまた勝負になるしな。勝負事やもん。なんや勝負事って。だってそうやんか、あんな社交ダンスとか大会あるやんか。うん、で踊ってて、周りで見てるやんか。なんかバインダー持って。減点方式で。ああ、やってるな。あの勝負になる。勝負なん、何にも。なんかもうアフタヌーンティーとか食べに行ったらもう。アフタヌーンティー？うん。あ、イギリスの？イギリスの、そう、そっちとホテルとか今すっごい人気やから、うん。それやったらええやんか、別に食べるだけで。いや、そこ、そじっとしてられへんって言ってるやん。何時間も。何や、何時間もおらんでええやんか、じゃあ。もうしんどいわ。なんかないかな。これだという趣味ないかな。山菜採り。熊に食べられるやん。いや、食べませんわな、おっさんなんか熊も。山菜、違う。熊出るから危ないねんて。いや、今はね、今多いからね。そうなんですよ。あ、まあ確かに、ね。出没、熊出没やから。ソロキャンプとかね。まあ勝負ではないわな。熊出没。うん。のシー車にシール貼ってる人何あれ今思い出したけど。なんなん全然おもんないねんけど。この方は、ラジオネーム。おるけどたまに。なんで貼ってんねやろ言う。ラジオネーム。あと水曜どうでしょうと。ウーナッペさん。はい、はい、ごめんなさい。剛さん、はい。ボトルシップ、いかが何ボトルシップ、あ、中の、うん、はい。ヨットとか、瓶の中にヨット。もう。どっか取材に来てくれるわ。それやったら。うん、飾る場所ないからね。いや、それだから、別にか飾らんでもええやんか。人にあげるとかでええやんか。何作るまず、あれ。船やろ？じゃ、船はようあるけど、何でもいいでしょあれ、中なんて。ああ、何でもいいんか。うん。ボトルの中にわざわざ作らんでも、船作りゃええからな。どうせ。なんでボトルの中なんかがわからん。この方は、ラジオネームサンチョさん。香港さんに教わってサーフィン、あだね。つよさんは運動神経いいのですぐできます。なんで勝手に決めんの、うん、その運動神経。サーフィンや、うん。サーフィン。サーフィンいいやんか。うん。うん。別に孤独に自分で一人滑っといたら。あ、まあ滑ってたけど、うん、また人の見てたら、あいつうまいことやるよ。よっしゃ、俺もってなって、そこで勝負が生まれるけど。で大会が生まれて。大会あるやん。で、エントリーが始まって。エントリー。あかん。エントリーが始まったもんあかん。勝負や。こちら来てください。エントリーカード、もうめんどくさい。いやいや、誰がそんなとこ、パッと出てけへんって、普通の人。中川、つよしです。つよしさん。はい。じゃあ。じゃあ、早せいやもん。はい。
はい、先生、そこに書いてあるんかな。じゃあ、こちらの LINE の方に並んでいただいて。はい、7分かい、結局。呼ぶだけ呼んどいて。7分かい。あ、そういう性格やったらあかんね。そうですね。それは、行政ないね、エントリー。エントリー順にこちらからお並びください。エントリーシートにご記入された方は、こちらの方へお並びください。そして、並ぶと同時に、サーフボードの方は。いっぺんに言うな、いっぺんに言うな、覚えられん、おっさんやから。これ書くんですか？これ書くんですか？聞くことはできねえな、おっさんやから。用紙の方はですね、まだ書かないでください。いやいや。いや、それないかもしれんやんか、エントリーシートとかね。いや、これはもう、いや、ほんま簡単にだから見つかるもんやないね。いや、そうやって。そうそう、趣味って何かの表紙に見つかるもんですからね。うん、自分から見つけに行ったら見つかるんですね。ね、うん、だから彼氏彼女と一緒ですよ。自分から見つけに行ったら見つからへんね、これ。自然と結婚したいなと思ってたら結婚できへんね、これ。マジでマジで。大丈夫か？放送事故ちゃうんか、これ。シーンとしてるけど。こんだけ大人って誰もうなずかへんねん。もう興味ないもん、スタッフも。もう。お前の趣味が何であろうと知らんがなっていう話です。まあ見つけますわ、ゆっくり。まあね、それゆっくり見つけたらええと思うよ。うん。あ、料理な、自分で料理して、別に食べてもらう人おらんかったら、作って自分で食べてもいいけど、それをこう、インスタにあげるとかね。そういうのをやれば。作った料理を。もう興味ないって、おっさんの料理。別に興味ない、興味ある人がおるかもしれんから。それは。自分でそんな、ええって、もううちの親父と一緒やろ、それ。いや、見えんねん、もうしゃあないやん。こうなって、ああなって、こうなるな。じゃあ、しょうがないなって、うん、見えんねん、もうこれ。これなんか、そういうのちっちゃいとこあんねん。見えんねん、先が。で、キャンプなんか行ってもこうやろうな思って、ほんまその通りやもん。友達とキャンプ行っても。ああ、こうなって結局こうやろな。ほんと片付けんの誰にするって揉めるやろうな、もう案の定。じゃあ帰ろうかっていう時にもう一組喧嘩してたもん。お前片付けてへんやんけ。俺は片付けてたやんけ。でもうそういう喧嘩始まります。あらパツはもう。もうコーヒーとタバコで生きていくわ、趣味は。いや、それはもったいないよ。せっかくそこまで言うてねえって、リスナーの人がで一回そんなんお前で、電車好きやって、普段営業とか行ったら、うん、電車なんか見向きもしてへんやん。あれどういうことよ。いや、それ見向きもせんことはない。普段から乗ってるから。見てへんやん。いや、見てる。もう見てんねん。何百回と見てるから、もうあえて見れてる。寝てるやん、新幹線で。見てへんやん、電車。はい。そらもう何十年乗ってんのよ。もう何十年と。たまに飲んでやったら、はぁって新鮮やけど。何往復してるやん。そやろ？もう趣味ちゃうやん、それ。じゃあ別にさ、新幹線飲んだら別に趣味ちゃうよ。うん。例えば メトロの何線乗ってこうやって乗り換えて、で、これ乗り換えて、この施設の路地や。全部電車にせえよ、これから。タクシーばっかり乗ってるやんか。いや、電車で行かれへんとこもあるやんか。行けるやん、全部電車で。何そ駅からタクシー乗ってやんか。いや、だって遠かったりするやんか、そんな現場なんか、そんな。電車通ってへんとこも行くんやし。なんかホテルからタクシー乗って、神戸まで行ってるやん。うん、あれ電車で行けるやん。行ける。昔にいっぱい乗ってるから。ダメ。はい、ダメ。はい。ごめん、何も出てけへん。ダメ。そんなシンプルな、シンプルな注意ある？そんなダメって、ほんまに。まあまあ。どんな趣味見つかるのか。そうですね。このまま見つからないかもしれない。こんな感じで急に私の趣味が見つかったみたいな人を教えてほしいですね。おるかもしれんな、でもな、うん。それはきっかけでね、急にはまるとかね、あるかもしれんからね。さあ、2時間30分生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today.Without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! どうも、こんにちは。ザ・ラジオショー金曜日、中川家のレイジでございます。
セシです。さあ、このザ・ラジオショー笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送、月曜日から木曜日は内地と曜日代わりのパートナー、土曜日はサンドウィッチマン、そして金曜日我々中川家とパートナーはこの方でございます。日本放送東島恵理です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東島様、ガーデニングと、はい、ガーデニングそのイメージ、イメージバスケでもこれこそ勝負なんですよ。そうですよね。まあでも一喜一憂しちゃうんですよね、うん、でもそれを見るってことですね。はい、バスケは実際やらない。やらないです。そう、それも趣味、観戦な、観戦、なるほど、うん、そうやったら勝ち負け自分のことでもない、うん、そうね、確かに、うん、勝ち負けを、うん、見守るって形もありますもんね。ガーデニングもいいですね。あの野菜育てるとかどうですか。ああ野菜 ね、みんな やりますもんね、はい、結構ね、トマト、プチトマトから始まり、そ う、ね、そういうの売ってるからうん、ね、そう、そんな庭ないもん。やるできるよ。あるやろ、庭なんか。どっか一個潰して庭作りゃええのな。一個で何を潰すねんそれ。部屋、部屋もうおれへんねやったら、もう子供も息子も帰ってけへんねやったら潰しちゃって、潰してブワーってもうなんかもう緑いっぱいの緑にしたらええやん。土作りからどうでしょう。そう、ナスとかさつまいもでもええし食べちゃうんでしょ、どうせ。当たり前やな、食べたらどうすんの。なんで育てたやつを壁にぶち当てたらどうすんの。食べますよ。ないんだ、それ食べるんですよね。難しい、はい、難しい。東島さんすごいですよね。舘ひろしさんと柴田恭兵さんお会いしたんですか。一緒した。そうなんです。うわ、今日オールナイトニッポンゴールドでお送りするんですけれども、あ、やるんですね、あの2人。もう2人が揃っちゃったんですよ。池内打どころではなかったよ、うん、はい、文字通り心臓がバクバクしました。はー、すごいオーラなんでしょうね。そう、さっきスタッフとも言ってたんですけど、はいはい、なんか漏れてる気がするんですね、成分が。おー、色気というか、なんというか。あ、そう、ね、結構な年齢やけど、ね、そのかっこよさがあって、はい、ドーベルマンみたいな感じなんかな、犬で言うと、あの方たちは、うん、まさに俺らなんか雑誌やろ。お二人なんです。雨に濡れた。そこまで言ってない。説そこまで決めない。説ね。舘ひろしさん、柴田恭兵さんもドーベルマン。ドーベルマンやな。確かに。品評会に出るような。そう。毛並みの良い。で俺らが雑誌。雑誌。雨に濡れた。可愛いですよ。可愛いですから。ベージュの。さあ、金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールです。日本放送生活の窓口では、東京都立霊園応募サポートセミナーを5月29日水曜日1時30分から日本放送イマジンスタジオで開催。申し込み方法から手続きなどを分かりやすく解説します。参加費無料。詳しくは日本放送生活の窓口セミナーで検索。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか。北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 157-999、 出張買い取りはカメラの北村、高価買い取りキャンペーン中。はい、赤ひげ薬局です。精力減退早漏に赤ひげのオットピン S 塗って効きます。オットピン S、 東京大塚店、フリーダイヤル 0120-274-655。 赤ひげ薬局。この医薬品は使用上の注意をよく読んでお使いください。過払い金の確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか。昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか。毎回4万から5万かな。何年くらいご利用されていましたか。5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ今すぐ過払い金の無料確認ダイヤル 0120-10-10-10
10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。時刻は1時41分です。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの原さん、お願いします。はい、お伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下り線は神奈川県の大和トンネル付近で8キロの渋滞、さらに大井松田インターと御殿場インターの間の右ルートの吾妻山トンネル付近で工事が行われているため1キロ渋滞しています。東京インターから御殿場インターまでの所要時間は1時間10分です。首都高速道路の状況です。5号線の上りは熊野町ジャンクションの手前での事故の処理は終わりましたが、中台まで渋滞しています。影響が残って中央環状線の内回りは滝野川までの渋滞です。日本道路交通情報センターの原でした。原さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分ごろお届けします。店舗専門の不動産屋さんといえば、店舗の言い忘れでしょ。本物はこっち。店舗の言い忘れで検索。貸店舗や貸事務所でお悩みのあなた、私たちにご相談ください。事業用不動産専門の店舗の言い忘れで検索。有働由美子、有働のラジオ。今回のテーマは脇役。うう、寝がしめが姫割りならば俺は野に咲く月見草や。誰ですか？野村克也です。有働のラジオは今日午後3時半から。脇役の一流を目指せ。誰ですか？野村克也です。今週はラジオ CM を作ろうのコーナーはお休みとさせていただきます、はい、また楽しみにお待ちください、はい、引き続き CM 作ってほしいという方、架空の商品の名前や架空の企業の名前など書いて ngk@1242.com までお寄せください。そして今日のメッセージテーマはかっこいい趣味です、まあ、主に剛さんがね、はい、参考にさせていただくかと思いますので、はいはいはい、こちらもぜひ ngk@1242.com までお寄せください、はい、中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ。クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は 0120-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。The Radio Show。 ここで風邪薬直任でおなじみの全薬グループの全薬販売からお知らせです。お口のお悩みは歯の黄ばみ、歯周病、口臭などいろいろありますよね。当てはまっている方いませんか？特に多いお悩みは歯の黄ばみ、見た目の印象を決める大事なポイントです。例えば白いシャツは清潔感があふれ自然な白さで美しいですよね。好印象になるために白いシャツのような歯の白さ目指したいですよね。ここで紹介したいのが薬用歯磨きオーラパールプラス。独自のブライトニング処方で輝く白い歯へと導きます。薬用成分により虫歯の発生及び進行の予防をし、歯を白く丈夫にしてくれます。さらには歯周炎、歯肉炎の予防や口臭の防止など効果効能が11個もあって、しかも研磨剤、防腐剤、漂白剤、着色料は使っていません。2023年2月時点、全薬グループ調べでシリーズ売上が累計150万本を突破し大変好評をいただいています。
私も使ってみましたが、歯がツルツルして気持ちよかったですよ。一本でトータルケアができるというのはやっぱり楽で嬉しいですよね。こちら、店頭では販売していない限定商品です。今日は通常1本税込み3080円を、初回限定のラジオ価格、1本税込み1980円で提供します。送料は税込み600円です。また、330円相当の歯ブラシ1本と、歯の色の変化がわかるチェックシートをプレゼントします。電話番号は、0120-400-022、ラジオを聞いたとお伝えください。お届け返品お支払い手数料についてもお電話で 0120-400-022。 受付は朝9時から夜8時までです。この機会に輝く笑顔を手に入れませんか。続いてはハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。今週末は横浜元町ショッピングストリートへ出かけませんか。明日明後日の土日2日間限定でお得な商品をゲットできる元町浜フェスセールを開催します。さらに元町でも撮影され、今日から劇場公開の映画帰ってきた危ないデカとのコラボレーション企画も今日から3日間同時開催。元町 SS 会加盟店で合計5000円以上お買い上げのレシートで1回引ける抽選会やポップアップ商品の販売会を行います。この週末は横浜元町ショッピングストリートにぜひお越しください。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。大月みやこ、五代夏子、香西香織、火曜ビッグステージ2024、6月20日木曜午後2時からサンシティ越谷市民ホール、チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3355-3553IS まで。時刻は1時48分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク、森田さん、お願いします。はい、お伝えします。山梨県甲斐市の路上で30代の男性警察官が昨夜11時過ぎ、逃走車両に向け拳銃を5発発砲したことが分かりました。車両は逃走しましたが、途中で乗り捨てられているのが見つかりました。周辺と警察官に怪我人はいませんでした。山梨県警は少なくとも男2人が逃げているとみて、公務執行妨害などの疑いで捜査しています。不審車両が前後に激しく動いたことから発砲したということです。中国軍は台湾を包囲する海域と空域で今日2日目の軍事演習を始めました。台湾を管轄する軍東部戦区が明らかにしたもので、演習は台湾本島周辺や台湾が実効支配する金門島や馬祖島付近で実施し、陸軍、海軍、空軍のほか核ミサイル部隊を管轄するロケット軍が参加しています。木原防衛大臣は今日の記者会見で、日本周辺の警戒監視に万全を期す考えを示しました。防衛としては関連の動向について重大な関心を持って注視をしているところです。引き続き我が国周辺海空域における警戒監視活動等に万全を期してまいる所存です。一方、台湾の国防省にあたる国防部は、中国の軍用機延べ49機が日本時間の今日午前7時までの24時間に台湾周辺で活動したと発表しました。イラン軍は23日、ライシ大統領が死亡したヘリコプターの墜落事故に関し、機体の残骸から弾丸の跡やそれに類するものは確認されなかったとする第一次調査報告書を公表しました。ヘリコプターが山頂付近に激突し炎上したとしています。
一方、イラン軍と革命防衛隊の調査チームがまとめた初期段階の報告書では、悪天候の予報が出ていたものの、ライシ大統領の予定を優先して飛行を決めたことなどが判明していますが、今回の報告書には記載されませんでした。ところで、ライシ大統領の葬儀が23日、出身地のイラン北東部マシャドで執り行われました。国営メディアが伝えたもので、ライシ大統領はイスラム教シーア派の聖地、イマームレザー廟に埋葬されました。おしまいに、パリオリンピック・パラリンピック組織委員会は23日、大会の表彰台を披露し、デザインはメダルと同じく観光名所のエッフェル塔をモチーフにしたものとなりました。オリンピックは順位により高さが異なる一方、パラリンピックは高さを変えずにスロープも取り付けました。灰色を基調としていて、組織委員会のエスタンゲ会長は、選手たちはパリの屋根を想起させるこの灰色により少なくともパリの頂上に立てるだろうとコメントしました。この灰色により少なくともパリの頂上に立てるだろうとコメントしました。ニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はアポロステーションの井出光光さん、ベンリッチ、高リッチ、オープンハウス、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。さあ、テーマメールいきましょう。テーマ、かっこいい趣味でございます。おかっこいい趣味、何ですか？はい、この方ね、千葉県の伊達ビビアン正宗さん、うん、私がやりたい趣味は乗馬です。子供の頃父親が競馬を見ていたのをきっかけに馬が好きになり、それよといな乗馬に興味を持ちました。体験乗馬したことありますが、できればしっかり習えばと思っています。今は舞台を見に行くのが楽しくて、そちらを優先しているので、習うのはまだまだ先になりそうですが。なるほど、乗馬ね。乗馬ね、弓でも打てればね、もっと楽しいでしょうね。やぶさめ、やぶさめ、そんなとこもだいぶ頼んでんから勝負になるで、それ。いや、男に歌ってる。誕生はちょっとお高いですよ。あ、そうなんですか？はい。ね。乗馬はちょっとお高いですし、場所も遠いです。近いところ、あの、バジ公園とかもそうでしょ？あるでしょ？多分高いと思いますよ。バジ公園はやってない。あ、やってないね。名前だけか。うん、やってない、やってない。うん、分かったから。うん、そう、高いねんですけど、でもなんかいいみたいですよ。ね、あの、気持ちいいらしいです。かわいいですね、馬ね。あ、馬、うん。相性があるみたいですね、でもね、うん。そうみたいですね。乗せたくない人暴れるらしいですよ。馬。あ、人見んねや、ちゃんと。性格がね。性格あるみたいな。あ、そうなん、赤いよな。最初、緊張するもんな。そうなんだったら。いや、馬、一回あるけどね、ロケで乗馬あるけど。あ、そうなん、なかなか楽しかったですけど、こう恐怖が勝ってしまってね。萎縮して全然楽しまれへんかったりする。大きいですからね。大きいです。日本放送馬できたら面白い。そんなことできたら面白い。ね、な、馬のおでこに ETC つけといたらね。車両扱いですからね、馬って。あ、もういいやんか。ちょ、あ、ほんまにそうなの。そう、車両扱い。ETC だけつけときゃ。下道で。いや、高速やろ、さ、首都高。高速で馬？馬。ETC つけて、馬のどこにつけんの ？ETC。おでこ。何をそんな楽しそうに言ってる。何も楽しない。楽しいの俺だけ。はい、なるほど。ね、この方、神奈川県大和市、鶴ちゃん。私は、この人すごいね、50過ぎのおっさんですが、趣味でスケボーをやっています。おお、東京オリンピックで選手たちが楽しそうに滑っている姿に、束縛され、ボードを購入しスケボーに挑戦。最初はボードに乗るのが精一杯でしたが、定期的に練習していた結果、今はジグザグ走行はもちろん軽いジャンプもできるようになり、うん、新しいトリック技ができるたびに一緒に練習している子供たちとハイタッチ、今はジャンプしている間にボードを一回転させるポップショービットに挑戦中。なかなかうまくいきませんが、子供たちの応援を受け頑張っております。あ、僕もスケボーできますからね。やってたやん。やってました。そうなんですか。小学校の時、はい、ね、今でもできるから。あ、スケボーにしよっか、じゃあ。
面白いよこれ。この人50過ぎて始めるって、なかなかの恐怖ですよあれ。いやいや怖いと思う。こけたらめちゃくちゃ痛いですからね。ただあのオリンピックの、あのやっぱり選手たちみたいな楽しそうやもんね、なんか、かっこよかったですからね。敵味方関係なしに、そうそう仲良くやってますもんね。なんかね、ああいうの見てね、そうなるかもしれない。もう東島さんスケボーどうですか。一緒にやります。東島さんのスケボー見てみたいな、はい、私もちょっと今やってみたいなと思ったんですけど、 できる気はしないんですけど。楽しい。自転車乗れないんですけど。あ、そうや。自転車乗られへんのに、うん、自転車乗られへんのにスケボー乗れる東島さん。でも、はい、それもそれでなんかこう移動手段欲しいんで。移動手段スケボーで来るの日本そまで。あんまり移動手段で考えないよね。だからいいよね。正しい場所で。もし やるんやったら日本放送のカレンダーのスケボー持って。うわ、かっちょいい。東島さんだけ。カジュアル路線でね。カジュアル路線でね。でねいいの。ね、はい、はい、この方はあこちらティラノパパさん、横浜市の方。義理の両親の趣味はキャンピングカーで日本全国を回ること。もう日本3周はしたそうですが、まだまだ行き足りないそうです。これいいんじゃない、キャンピングカー。そんな時間どこにあんのよ。作りゃええやん別に時間。それ一周できる時間ないで。いや別に一周戻ってこなあかんやん仕事する。いやそれ戻ってこなあかんけど、一周せんでやん。例えば大阪で仕事やったらもう前の日の夜出て行って、新東名の浜松ぐらい止めて、そこで寝てやね。いやいやもうええわそんなん。ええわ。カップラーメン。なんやそれ。ほんで朝早う出て行ってしんどいわそんなにしたら。しんどいなんやんか、キャンピングカーやねんから足、手足伸ばして運転せなあかんねんよ。そらそらそら運転せなあかん。運転手付きのキャンピングカーなんかないやんか、いやそれはあかんわ、それしんどいわ体力的に。やってほしいですね。ラジオついてくると思いますけど、各地キャンピングカーから放送しますか、はい、ラジオショーがついてきますが。ですよね。考えてあれやもんね、あの銀シャリのうなぎがね、原付で全国回るの好きやとか、ね、ああやってますね。やってたけどね。でもキャンピングカーはでも好きでしょ、あの車自体は。車は好きですけど、ね、大変らしいですよ。キャンピングカーもまたトイレを取り替えてとか、ね、いろいろああいうことせなあかん。軽トラのキャンピングカーとかあるんや最近。あ流行ってますねあれ、あれええやん。夫婦で回ってる人いますからね。あれ車なんか軽トラでええって言ってたやんか。ちょうどいいんちゃう。軽トラで十分。超いいじゃないですか。あれで YouTube でね、うん、車乗りながら生活してる人いますからね今。あ夫婦でね。ご夫婦。ご夫婦。あ、いいですね。どんな趣味あるもんですね。この後の趣味、はい、ぜひお寄せください、はい、今のところまだ決まってない時間ですね。はい、アイディアお待ちしております。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか。北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999-157-999。出張買取はカメラの北村、高価買取キャンペーン中。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ。ご存知ですか。建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、 70-7000 番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか。周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。